はい、いつもありがとうございます。坂です。今回ね、5月おすすめのワームを紹介していこうかなと思います。前々回5月バス釣りのコツ、前回がね、ハードルアーのおすすめを紹介していきました。まだね、その投稿を見ていないという方は、過去の動画ね、見ていただくか下の概要欄ね、ありますので、ぜひ見てやってください。もちろんね、ハードルアーいろいろできるんですが、個人的にはこの時期ワームを使うのが結構おすすめな時期かなと思います。やっぱりね、もちろんハードルアーでも使えるけど、もちろんフィールド差もあるんですよ。で、月齢ごともあるし、その月の進行具合でも変わってくると思います。ただ個人的にはやっぱハードルアーよりワームの方が、こう、魚にね、寄り添うとか、アフタースポーンの魚とかに対しては、非常にね、効果的に働くシーンが多いなと感じることが多いのが、まあ、現状だと思います。もちろんこれはね、それぞれのスタイルにもよると思います。まあ、そのあたりも含めてね、もう少しこう、季節の進行が遅いなと思ったらね、4月のバス釣りのコツとか、ハードルアーおすすめワームっていうのを紹介してるので、それに合わせて、かつ、アフターではどれを使ったらいいのかなっていうのをね、今回紹介していこうかなと思います。どうしてもね、スポーニング絡む時期って、それぞれのフィールドの進み具合だったりとか、地域差っていうのは非常に出てくると思うんですけれども、その中で、この5月こそっていうか、この時期こそ、これは外してないよねっていうものをね、ワームで紹介していこうかなと思います。もちろんね、皆さん数あるワーム、ルアーとか、もしくは最近始めて何を買ったらいいのかなってわからない人もね、おられると思うんですけれども、もしくはたくさん買いすぎて、僕みたいにね、たくさん買いすぎて何を選んだらいいのかわからないよっていう人もね、少なからずおられると思います。まあ、今回の動画ね、最後に見ていただければ、そんなワームをね、この5月の時期になんか釣れないなと思った時に、あ、そういえばあのルアー行ってたなと思って思い出してもらってね、使っていただける、こう、ちょっと何かプラスになればなという動画になっていると思います。バスジャパンチャンネルでは各種ルアーの使い方、季節ごとのバス釣り、こんな感じでタイムリーな情報だったりとか、もしくは新製品のレビューだったりとか、そんなものもバス釣り関係の動画を投稿しています。ぜひチャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけると嬉しいです。では早速紹介していこうと思います。今回もね、ハードルアーとしてルアージャンルごとで紹介していこうと思います。まず一つ目からじゃあ行こうと思います。一つ目、こちら、ドン。はい。ドンと。はい。まあ、これ何系かなって感じなんですけども、これね、一世の沈み虫の 2.2 と、アビ3号ですね。レッドジャパンです。はい。まあ、この沈む虫系ですね。もちろんね、これ、もう各社メーカー、たくさんね、ここ数年で、いろんな沈む系のワームって出たと思います。もう個人的に、その中でももう沈む虫はもう圧倒的なんですけど、まあ、アビもすごい釣れるし、このシリーズ、非常におすすめだと思います。で、この時期ね、何がおすすめなのかって話なんですけど、やっぱり、ね、沈む虫って、このバックスライドとかフォール中にすごい見せることができると個人的には思ってるんですよね。まあ、要するに、このアビもそうだし、沈む虫もそうだし、こうネイルシンカー打ってあげたりすると、着水後ね、こう例えば今釣り人くんがいて、投げると、こう、ふわーっとね、まあ、そんな、こう、スライドするというよりは、シューッと落ちていってくれるんですよね。その間に、この手足のパーツがビリ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 泳いでくれるっていう感じです。で、魚にとってもね、やっぱアフタースポーンの魚って、こう、なかなか追いかけられないっていうのが、まあ、現状だと思うんですよね。でもしくは回復系でもちろん餌を取っている魚に対してもそうなんですけれども、ふわーっとこう落ちているものが目の前に来たら、それは食いたくなるよね。食えるなこれと思って食ってくれるっていう感じです。なので結構ね、ポール中心で使っていただいていいんじゃないかなと思います。でも個人的に沈み虫とかに関してはもう目につったポイントとか、ブレイクとかももちろんあるんですけど、カバー際、もしくは何かしらのこうコンタクトポイントだったりとか、その他諸々のポイントに対して投げてあげて、とりあえずフリーフォール、糸を出して、フューッと落としてあげるみたいな。で、スラインスタックがシュート出るので、落としてあげて着底して、ちょっと待って。ピュンピュンって弾いてフォールさせて、でも回収みたいな感じで僕は結構使うことが多いので、まあ、シャロー際はね、攻める際なんですけれども、まあ、基本的に 2.2 とか 1.8 とかちっちゃいものっていうのはそんな感じです。はい。個人的にはこの時期 2.2 と 2.6 がおすすめです。で、アビ3号とかは表層ツイッチとかね、できるので、投げてあげて、ピュピュピュってこう、パン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 って弾きながら飛ばしていくっていう作業をするっていう感じです。それをしてあげることによって非常にね、効果的に、こう、水面とかをね、意識してる魚に対しても、水面割ることはできないとか、羽物とか、もしくはその突破だけで出ないとかいうシーンでも、水面割ることができるっていう、そういうね、ちょっとフォローでできるっていうのもあります。で、もちろん、パパパってさばきながら、いいところあったなと思ったラインをフリーにして、シュート落としてあげるだけでも、魚がね、それで追いかけてて食ってくれるっていうシーンも全然あると思います。なので、もちろんそれはやる気のある魚に対してなんですけど、基本的にフォールだけでも全然いいと思います。なので、もし最近始められて、全然そこ魚釣れないよっていうシーンがあれば、こういう系のルアーを持っていって、投げて、フォールさせる。で、ちょっと待つ。もうそれぐらいでもね、非常に魚にとってアドバンテージがあるというか、魚をね、騙せることができるのがこのおすすめの2つの沈む系のワームです。もちろんね、SVSB とか、まあいろいろあると思うんですけど、お持ちのものでしっかりフォールを意識して使っていただけるのがいいかなと思います。もう狙うのはカバーとか、タテストとか、もうその辺のね、目についたもので、僕は個人的にいいかなと思っております。はい、じゃあ次行こうと思います。次は、こちら。はい。これ、ウィップクローラーですね。ウィップクローラーの 4.9 とファットイップです。はい。まあ、これ別に
リップクローダーじゃなくてもいいと思います。もちろんいろんなものあると思います。もう、例えば、まあ、フリックシェイクとか、まあ、個人的にはフリックシェイクね、この時期は一番使いたいなと思うんですよね。オールシーズンフリックシェイクってめちゃめちゃ釣れる、もうチート級のワームだと思うんですけども、特にこの、ふわっとさせたいとか、脳進化できるだけゆっくり落としたい、アクションを滑らかにしたいというシーンであれば、フリックシェイクも無類の強さを誇るんで、おすすめだと思います。なんで今回ちょっと用意したのは、このウィップなんですけれども、まあ特にね、こだわりはないと思うので、皆さん使われているものでいいと思います。はい。なんでね、それを使ってあげるっていう感じです。脳進化のデメリットっていうのは、やっぱフォールが遅いってことなんですよね。なので手返しめちゃめちゃ悪いんですね、基本的に。例えばもう深場の2メートルのところにボトムまでつけようってなったら結構時間かかるし、落ちてるのがよくわからないとかいう人も多分多いと思います。なんですけれども、今の時期っていうのは基本的にシャローにこう刺しやすくなってるし、そのね、中層にこう浮いてたりとか、いるシーンっていうのも全然あると思うんですよね。で、例えば回遊してて、ゆっくり落ちてるから見つけてくれて食ってくれるっていうシーンもあると思います。なので、基本的にこのアフタースポーンが絡んでくる時期っていうのは、もちろんこれでプリンの魚とかも釣れることができると思うし、ゆっくり戻してあげる。もう投げてあげて、着底してから、ラインをちょっとフリーにして、ふわーっと落としてあげる。で、まあ大体まあ落ちたなと思ってそこからもうシェイクしながら、ちょっと上げてきてもいいと思うし、中層付近をふわふわさせてもいいと思うし、まあ、とりあえずこいつを動かすというよりは、これをちょっとくねらせるぐらいの気持ちでやってあげるのがいいかなと思います。なので基本的に僕はラインスラックを叩きながらというか、ちょっとテンションかけすぎちゃうと不自然になっちゃうので、できるだけ揺らして、もう自発的にアクションするようにアピールしてあげるのが基本的におすすめかなと思います。どうしてもね、冬とか春とかってこう、なんか何か進化をね、使った方がいいシーンっていうのはあったんですけども、これから夏とかにかけていけば、脳進化ワームって、脳進化ストレートワームっていうのは無類の強さを誇るので、使ってほしいなと思います。ただ、やっぱり手返しが悪いってことは、いる場所が絞れてないと、なかなかこう、テンポよくね、打てないので、効率悪くなってくるので、まあ、小場所だったりするところやりきってあげても全然魚取れるんじゃないかなと、個人的には思っております。はい、じゃあ次行こうと思います。まあ、次もね、実はもう一緒なんですけれども、はい、ファットリップの4と、まあ、線香、ファット山線香の4インチですね。これを、じゃあ、あれストレートワームじゃないかってなるじゃないですけど、これをジグヘッドワッキーで使うってことです。はい。これインチワッキーですね。はい。もちろんインチワッキーいろんな種類あると思うんですけど、ガード付きとかでもいいと思います。普通にこうつけてあげて、はい。こんな感じ。ちょっと、あれだな。線香だと、ちょっと尻尾側につけた方がバランスがいいので、はい。こんな感じ。まあ、非常にシンプルですよね。ジグヘッドワッキーは本当にこの時期むちゃくちゃ釣れるんで、もうおすすめです。もうこの困ったらジグヘッドワッキーみたいな感じでね、僕は使っていくかなと思います。これが5月、6月ですよね。まあ、アフターがしっかり絡んできて、もう産卵がっつり終わりますよってシーズンまでは、ジグヘッドワッキー非常におすすめです。で、もちろん狙う場所っていうのは縦ストだったりもいいと思うし、ちょっとしたこうブレイクだったりとか、まあ、いろんなところで使えるんですよね。脳進化のワッキーと何が違うのかって話なんですけど、やっぱりね、テンポは良くなるんですよ。かつ、このシンカーが、落ちていくの、これで、こう反発していく、ぐんぐんぐんなるので、非常にアクションのね、強さっていうのが生まれるんですよね。脳進化っていうのはもう、本当にこう、やる気のないというか、なかなかこう、追いつけない魚に対してフォーカスして使っていく、もしくはそれ以外の魚を取っていけるよっていうものなんですけども、このシンカーを乗せることによって、圧倒的に手返しが良くなるんですよね。使用感っていうところもそうだし、こういうね、ちょっとしたね、ちょっとコーヒー銃というか、まあ、ヤミーとかいろいろあると思いますけど、こういうちょっとね、ちっちゃいけど重たいものだったら非常にテンポよく使っていけるんですよね。僕はこれ結構ベイトフィネスとかで使うと思うんですけど、まあ、そういう中でしっかりこう操作感を持っていきながら、ふわふわもさせることができるし、強くアクションもすることもできるっていうものになります。なので、脳進化ストレートワームと違うところに関しては強さってところが出るので、これで、例えば強すぎるなってなったら脳進化に変えてあげてもいいし、場所絞れてるなとか、これで反応が出だしたけど、もう少し一歩取りたいなってシーンであれば、脳進化のストレートを使っていただけるのがいいかなと思います。そんな感じで使い分けをしていただけると、このジグヘッドワッキーというのは、まあもちろんね、オールシーズン非常に活躍するものなんですが、特にこの時期はおすすめです。で、もう基本的にもう投げて、もうフォールさせて、フューッとフォールさせて、そのフォール中に食っていく、ラインが走るってことも全然あると思うし、でフォールさせて着底させて、そこからもうシェイクしながら、トン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 ってやると、どうしてもね、こう上に上がってきてるんですよね、どっちかというと。で、その上がってきて中層付近の魚にも気づかせることができるので、まあ、多少雑というか、まあそのテンションをね、抜きすぎないぐらいでちょうどコントロールしてあげると、非常にね、線香だったりとか、ウィップクローラーっていうのは非常にいい動きをしてくれるので、それで魚に対してレンジがね、こう幅広くなってる時期の魚を取っていけると思います。なのでね、個人的にはもう困ったらもうジグヘッドワッキーをこの時期は活躍させたいなと思うのが個人的な見解です。特に線香ね、はい。なんでおすすめです。はい、じゃあ次行こうと思います。はい、次はね、こちら、ドン。はい、マイクロダッチを持ってまいりました。これね、ちょっと今回は特殊なものなんですけれども、まあ、エラストマー系のトップウォータープラグって感じです。まあ、個人的にはこれ、まあ、元祖になるのかな。
まあ、あの野良ネズミとかめちゃめちゃ強いので、あれ本当にアフター時期とか表層出始めるかなっていうね、このタイミングではもう無類の強さを誇るので非常におすすめです。はい。でもちろんマイクロダッチに関しても虫系としてこうクローラーベイトみたいなの使えるんですけど、僕個人的には羽を取ったやつが非常におすすめだと思います。なので基本的に野良ネズミと一緒でこうなんて言うんだろ う見切らせるものを与えないというか、アフターとかある程度動けるような魚、まあどっちかというとゆっくり誘うというよりは速さで騙すっていうものです。なので例えばアフターの回復している魚とかを狙っていく際に非常におすすめなものだと思います。もう基本的にこれだけね、あオフセットックついててエラストマーなんでピューンって投げてあげて、スキッピングで奥まで入れて、そっからトン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 ってやって、ペペペペペってこうもう見切らせる間を与えないままに魚が気づいて追いかけてきて食ってくれるっていうシーンを作るっていう感じです。で基本的にこの動かし方に関してなんですけれども、野良ネズミもそうなんですけども、できるだけこうクイックにするんですけれども、移動距離を抑えて使っていくっていうのがおすすめだと思います。結構ねこの素早く動かせばいいやって感じでパパパってやってると早すぎて魚が気づいてくれない、追いつききれないってことがあるので、より投げてあげてゆっくりというか早いんだけど首をしっかり振って移動距離をできるだけ抑えてあげると、魚にとっても気づいてもらいやすいし、こう結構ねフォーカスしやすくてバイトに持っていきやすくなるのでおすすめだと思います。なので、ね、基本的にこれもっとね、あのマイクロダッチとか夏になればこう羽パーツでこう例えば超人したりとか、もしくはブカブカブカしながらするっていうのがあるんですけど、この時期っていうのは表層圏出ない、しかもちょっと潜るんですよね。野良ネズミもそうですけども、ちょっと潜るんで魚にとっても水面をかち割るのはちょっと難しいけど、あの距離ならいけるなって思わせるところまで持っていけるのがこのエラストマー系の、高速の、まあ、トゥイッチというか首振りみたいなのができるので非常におすすめだと思います。なので、まあ、例えば羽物だったりとか、もしくはポッパーだったりとか使っても、なかなかトップ出そうな雰囲気だけど、ちょっとなんか反応悪いなと思った時に、このエラストマー系で、しっかりね、こう、ちょっと水面直下ぐらいを素早く動かしてあげるっていうのがおすすめだと思います。なんでね、ここ最近ね、マイクロたち入荷したと思うし、まあもう、もちろん方もちらほらおられると思うので、この時期からもう活躍させていくというか、今がね、使い時だと思うんで、ぜひ使ってほしいなと思います。はい、じゃあ次行こうと思います。次で最後かな。次がですね、こちら。はい。こちら、ライアーミノーですね。はい。これ、まあ、ライアーミノーじゃなくてもいいです。はい。そんなばっかりだけど、まあ、基本的にこのリアルフィッシュ系、まあ、ベイトフィッシュがやっぱ絡んでくると、こういうの非常に効果的だと思います。で、もちろんね、普通に、ただ巻きというか、こう、スイミングさせてもいいと思うんですけど、さっき言ったそのアフタースポーンの魚、どうしてもやっぱ弱ってるし、追いつけることができないっていうシーンがやっぱありますよね。で、そうなってくると、ミドストとかになっちゃうと、どうしてもレンジをね、ちょっと深場に取りすぎちゃったりするので、個人的にはホバストがおすすめだと思います。まあ今ね、使ってるのは 0.45 ぐらいの入れて、ホバストの、ホバーショットかな、をつけてるんですけれども、もしミドストでやるんだっても 0.6 とか、それ以下のものを使ってあげて、できるだけのラインスラックをさばいて動かせるようなものっていうのがおすすめです。なので、水面直下とか、水面さっきのね、マイクロダッチとかよりも、ちょっとまだ下のレンジにはなると思うんですけど、ゆっくり、遅く、一定の場所でロールしてステイしてホバーしてくれることによって、魚にとっても追いつきやすいとか、これなら食えるなって思わせる瞬間ができるんですよね。でもちろんね、こう姿を見て見切ってしまう魚っていうのもなかなかいると思うんですけども、より魚をフォーカスして餌を探してる時に関しては、こういうホバーストっていうのはもちろんね、手返しはあんま良くないと思います。ただこのラインとかこのスポットはいるからゆっくり誘いたいなってシーンであれば、このホバースト非常におすすめです。はい。もちろんライアーミノーっていうのも去年ね、確か釣ったかな。なんで結構ね、岸際に寄ってきたりとか、もしくは魚が動いてるシーンでも見つけてもらえさえすれば、非常にね、バイトを持っていきやすいものだと思うのでおすすめです。はい。では今回ね、こちらね、5月のおすすめワームを紹介していきました。まあね、各種メーカーいろんなものが出てるし、いろんなワームがあると思うんですよね。僕もね、インプレとかするんで、むちゃくちゃ増えすぎて困ってるんですけども。で、その中でやっぱ使っていくというか、まあもちろんね、4月のおすすめワームっていうものも全然使えると思います。ただその中でこのアフターが混ざり出して5月、もしくは6月に入るかなっていう時期に、これはね、ちょっと強めに出したいなっていうのを今回ね、厳選して紹介していきました。ぜひね、皆さん釣り行かれた時に、なんか釣って、やってるけどよくわかんないやと思って、いろいろ今までのパターンやったけどダメだなって思った時に、ぜひねこのシリーズを使っていただければおすすめだと思います。で、基本的に使う用途としてというか使い方としては非常にシンプルなので、初めてというかこれから最近始めたよって人に関しても扱いやすいものが多いんだと思うので、ぜひね少しでも何か参考になればなと思っております。はい。では今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。